ありがとう。そう、もうミニイベント終わってしまったので今日はメイクはしてないんですけど、学校帰りなん、本当にだるぎって感じです。さっきまでゴロゴロしてたから頭がボサボサです。しかもさ、なんかめっちゃ寒くないですか。寒すぎ検診で、寒すぎてあの長袖なのにもっとパーカーを着ちゃった。めっちゃ寒い。夜って本当にね、なんか急に冷えるから、さ、よくない。学校ちゃんと行ったよ。エラピーマンだから私ちゃんと学校行くの。いいな、ペットいるの羨ましい。いや私もいるけど、いやペットが羨ましいんじゃなくて、猫ちゃんいるの羨ましい。だってハムちゃんあったかいけどさあのかわいそうじゃん、こんな冷たい手の上に乗せたら。猫飼いたい。で、寒い。そうだよ。猫とハムちゃんは一緒には飼えないから。キビース愛してる、ありがとう。ちょっと待って、どういうこと？それ反対でしょ。猫ちゃんがハムちゃんを食べちゃうんだよ。ハムちゃんが猫を食べたら怖すぎる。私ワンちゃんより猫ちゃんがいい。でもお散歩行きたい。猫ちゃんの方がなんていうの、清掃みんなちょっともうダメよ、いけない話はいかん。食べちゃうなんて怖すぎる。まあそりゃね、あおちゃん毎日お散歩してない。でもできる猫ちゃんと散歩できない猫ちゃんもいるから、猫はまあ大体は散歩できない猫ちゃんばっかだから。
本当にいい子ってしか散歩できないから、すぐどっか行っちゃう子は本当に絶対に散歩させちゃいけない しかもめっちゃ見られるの、見られちゃうよ、え、猫散歩してんのけって注目浴びたくないんで、私は猫ちゃん飼ったとしても散歩はさせません。散歩してんのけやばい、本当に頭かゆい、やばい、匂い嗅ぎそうだった、いや嗅いでたけど匂い嗅ぎたいのも、今日はね頭皮の匂い全然臭くなかった、ちゃんと髪の毛洗ってるからか、いやいつも洗ってるけど、ちゃんとちゃんといつも洗ってるけどいやー、私匂いチェックするんです、風呂キャなんかしてない、いつも入ってます、うん、無臭だった、大丈夫、全然臭くない、いや自分で洗ってるから自分で洗ってるし、たまにっていうかそんなにちゃんと入ってるよ、シャンプーハット？何それ、シャンプーハットってなんぞや何？どういう質問？みんなちょっとちょっとやめてよ、シャンプーハットってなんだ、シャンプーハットって何、おばあちゃんの家の上に置いてあった、何それ、何それ、なんか真ん中穴開いて、ポリポリ、私それを欲しくてさこれか、カッパだ、カッパ、ねえみんなカッパって言ってよ、カッパって言ったらわかるのに、私うん分かった、よくさいとこが使ってたやつでしょ、私のいとこがめっちゃ水が怖くってシャンプーハットしてたの、私したことない、シャンプーハット、でも楽だね、え、ちょっと待って、今思うとさめっちゃ楽じゃん、カッパ、いやみんなは知らないに決まってるけどさ、いとくん使ってたの、だって顔さ濡れないからさめっちゃ楽じゃん、いや持ってないです普通に持ってない、持ってないから、そもそも今日もなんか使えない、
いや、顔は洗うけど、なんて言えばいいんだろう。まあいいや。そう、私ね、もうね、5歳ぐらいからね、プール入ってたからね、もう水なんてへっちゃらさだった。水なんて別に怖くなかったから。お風呂なんて余裕のよっちゃんだわ。でもなんか小さい頃ってやっぱりお風呂入るの苦手だから、なんか湯船に浸かるときは1、2、3って数えながら湯船に浸かってた。すぐ上がりたくてね。あ、知ってる、ブースティーでしょ、先ほど見ました。いやー、私のお顔が事故っててね、本当にね、ちょっとね、嫌でしたね。事故りね、私の事故がめっちゃあったよね、本当に。もうさ、やめてもらいたい。撮ってくれるのは嬉しいが、めっちゃ事故感があった。見ないでくれ、見ないでくれ、みんなめっちゃ事故ってるから見ないでくれ。言わなきゃよかった。姉ちゃんがその話題出すのが悪い。うわ、みんなひどい。いや、見ないでほしいのに。事故ってるから嫌な。いや、みんなの事故ってるの、なんていうの、何、みんなの事故ってるの、なんて言えばいいんだっけ。もういや、もういい。変顔はさすがにしてない。するわけがない。変顔じゃなくて自己顔です。踊ってる時の顔とか、あと縄跳び大縄してる時の顔が事故ってて。必死さが伝わるとは思うんだけど。ちゃうねん。事故ってるイコール変顔なの？違うと思うけど。なんか直、なんかさ、なんかさ、同じ写真もあったけどさ、なんていうの、なんだっけ、運動会の写真がさ、なんかちょこちょこ出てくるのが面白すぎてめっちゃツボってた。おもろすぎて、本当に。いやー、ウォッチング見たくないです。私はもうラジオで満足しました。ウォッチングは私は見ません。撮ってるの知らなかったもん。悔しい。撮ってるの知ってたら。
すごい、もうやだ、うち、そもそも何で見れるのかわかんないから、そもそも見れないかも。いやな、え、めっちゃ合わせたのに、私日向さんと目合わせたのに何その恋愛みたいな感じ、何ですかそれ恋愛、何恋愛じゃん、もうそれ目合わせてくれなかったって。愛してる、ありがとう。目合わせに行ったのに。でも私ちゃんと台本読むのに必死でさ、台本めっちゃ見てたし、うん、初めてすぎて本当に何すればいいか分かんなかった。ドキドキ。いや本当にずっと日向まつりに出てみたかったので、いや本当に出て出演できてよかったです、嬉しい。うん、また出れるように頑張る。今日9時まで。確かエッサがあると思うから、いやこれは普通に私のご自宅用のパーカーです。あのみんながよく公演中に着てるパーカーは普通にあの劇場にあるパーカーで、これはあの持ち帰ることさすがにできないので、あの衣装だからパーカーもだから、これは普通に私の私服です。そうだよ、エッサだよ、やばいやばい、あくびが出そうでたまたま。どうしよう、めっちゃあくび出ちゃう。ごめん。1分。
分に1回あくびしてる。やばい、本当に止まらない。どうしたらいい？あくびを止める方法は。いや、寝落ち配信は私はしません。絶対にしません。そうだね、今日 S は誰が出るのでしょうか。ブッ。安藤さんね、確かにパーカー着てる。へえ、そうなんだ。マリナさんとダブル佐藤さんでございますか。野球ボールありがとね。ありがとう。やばい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 、どうしよう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 、なんでこんなにあくびが出てしまうのでしょうか。なんか今まだもうここら辺にいる。やばい、あくびが出そうだ。どうしましょう。ありがとう。なんだって？うん、今日は学校のお友達と仲良くした。私本当にお友達が少ないから。お友達が少ないから一人でお弁当食べそうになる時ある。だから他に違う子誘ってお弁当食べて。本当に私お友達がいないから、その子たちが休んじゃうと私一人でお弁当食べることになっちゃうんだよ。どうしましょう、本当に。ああ。保健室でね。でも保健室もなんやかんや言って気まずくない？だって早退する子とかさ、もし来たらちょっと気まずいじゃん。ねえ、なんで中学校なの？私は高校生よ。もうここに16って貼ろうかな。そんなに私中学生に見える？高校生なんですけど、まだ16あるから。確か もうしぼんできちゃった。はあ、ねえ、1がない。どうしよう、どこ行ったんだよ。いた。え、なんか色違くない？こんなんだったっけ？こう？いや、これ61歳だ。いっけなーい。私は16歳。もう8月じゃなくて、もう7月にお誕生日を終わって終え、お誕生日、誕生日、誕生日来てるの。
え、61？ もう逆に61って思われた方がいいんだけどねえ、年取っちゃった。61歳でよくなんか応募できちゃったわ。年齢制限あったはずなのにな。14歳に加入して、で一気に61歳になったってことか。61歳頑張ってます。毎日運動してます。頑張ってる やばすぎる。確かに年齢制限ないからね、5期生は。だから私より年上の方がね、絶対にたくさん応募。え、本当にさ、年齢制限ないからさ、ちょっと待って、ありえる？でもさすがにね、さすが、え、嘘でしょ、もう 58？ やばい、もう58歳って言いそうになっちゃった。じゃあ誕生読みます。13位、カツサンドさん、ありがとうございます。12位、竹蔵さん、ありがとうございます。11位、まこちさん、ありがとうございます。10位、じいさまたけさん、ありがとうございます。9位、めがねさん、ありがとうございます。8位、きせきさん、ありがとうございます。7位、ともさん、ありがとうございます。6位、じんさん、ありがとうございます。5位、たかちわぴぴぴさん、ありがとうございます。4位、まきまきさん、ありがとうございます。3位、名古屋の山ぴさん、ありがとうございます。2位、ゆうたさん、ありがとうございます。そして1位、まさぼうさん、ありがとうございます。やばい、あと15秒でそうです。やばい、やめなければ。みんなバイバー。61歳なおちゃん、これからも頑張ります。ではさよなら、おやすみー。